はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ってことで今日も中日現役オーダーでやっていきましょう。あ、ビップさんこれ名前ちゃんと変わってる。サプライズ企画中じゃなくなってる。ちょっとこれスクショしとこう。これスクショしとこう。あー、よかった。昨日は最高な感じでした。今日ビップさんの動画見てみたんですけども、本当に一瞬映ってたね何も触れられなかったけど、しゃあないね。企画が企画なだけにもうね、サプライズ企画ってね、もう小林誠司さんの打席しかもう映らないですから、動画の時間に収めようとしたら。なんで僕のことというか、もうどんな相手だろうが収まりません、尺には。なので触れてる暇などありませんので、はい。ってことで残念でした。まあ残念というか、まあ分かってたけどね、別に。ちょっとごめんなさい、音うるさくて。ちょっとテーブル拭いてった。よし、頑張ります。こっから大谷さんや。さあ、ビップさんに勝ってね、え、日本一に勝って、日本一じゃない人に負ける、それは許されないよ。今変なラグあったし、なんやねん。猛者界隈ではこの大谷さん、こっちの大谷さんの方が強いみたいだよね。ツーシームはないから、僕はこっちの方が好きかな。はい、いったべこれ。うわー余裕の内野安打めちゃくちゃ余裕だったの今の内野安打。引っ張り警戒か。さあ頑張って打とう。 OK。 さあ集中していこう。どんどん集中力上げてって、せっかく内野安打もらったからね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力は持ってますからね。そうですね。いったべ。 OK。 素晴らしい岡林さん。チャンスになりましたね。やはり球速いね、やっぱ。球威がすごい。いやー落ちる方か。いや、行ってほしいよ。ここ相手リボン持ちだったからね。なかなかやるよ。 OK。 まっすぐ張っていいものか。そうだね。ミート打ちで、ちょっとミート打ちしたい。白い枠線よく見て。大丈夫、ミート打ちで行こう。ここはよし。じゃあじゃあしゃあ無理やな。一回表は難しいな。てかさ、動画見て思ったのが、まあ、僕はビップさんと当たってめちゃくちゃ気合入ってたわけですけども、あ、試合中分かんなかったけどね。うわ強っ。ビップさんからしたらサプライズ企画を成功しようっていう頭でしかないから、もうなんつうんだろう、他の打席なんて割とどうでもいいというか、勝ち負けそんなに気にしてなかった感じがあるからさ、なんだろうな、本気のビップさんではなかったよねおそらく。これ1点 OK でしょね。やったー、1点 OK の精神が0点。1投も追わないものは0投を得る。やだ、危な。ちょっとさ、なんでタイピン出ない。もうボール球でいいや、ここから全部。ワンストライク入ってるし。ボール球でいきますよ。ちょっと絶対ボールね。おっ、あ、やばい。いやー、もったいねー。もったいね。タイピン全然出ないし。どうなってるん？ちょっと配球もちょっと適当やな。ちょっとボールでいいよ。あと本当タイピンいい加減で出るやろ次。
ここはもう冷静にやな。いいよいいよ、最高最高です。ここボールで、あ、危ない、あ、いい、最高のボールでした。ボールで OK、 めっちゃいいボールだったけどね。さあ、タイピンお願いします。 OK、 もう打たれる確率が全然違うから、タイピン出た時とそうじゃない時は。ちょー待ってや、待ってや、ちょっと待ってや、もう、振ってくんねえか、それ。なるほど、そうですね。うまい、オッケー、危ねえ。オッケー、1点で抑えました。粘り。この粘りの投球はね、次につながるよ。こっから集中していこう。いや、ミートでいいと思うな。いや、ミートでいいと思うな。よっしゃー、オッケー。今のはてか、あの真ん中のストレート投げてくるな、相手。何なんだろう。まあいいや、引っ張り警戒ね。あっぶねー、あっぶねー。オッケーオッケー、よしよしよし、ノーアウトよ、まだいける、いける。鵜飼さん行こう。いやー、当てたかった。いや、ここ絶対外角勝負なんよ。いやー、でもな、怖いな。まあいいや、振ってこう。はい、オッケー、帰ってこい、一人。オッケー、ナイス。俺はミート打ちとかしちゃうタイプだぜ。素晴らしい、ノーアウト満塁。やっぱり2階からの男、藤川さんか。いや、これ、これリュック行くなあ。ミート80やで。ミート80はちょっと行こうぜ、リューク。オッケー、打とう。うっそやん、抜けたと思ったけど、ガチか、やっぱ。危ねえ。いや、絶対。よしよし、木下さん、よし、逆転や。うわー、抜けたと思ったよね、みんな。みんな、あの場面でゲッツー、一気に負けたと思ったよね。あっぶねえ。勝ち、危なかった、木下さん、神強っ強っ。いやー、ナイス逆転。これ抑えたら熱いね、しんのすけさん。苦しくても、最近あの玉置浩二めっちゃハマってます。いてあげよう。ダメか、たどり着く場所など。うまい、 OK。 でもこれはナイスですね。これはもう外角。さあ、広角出てないんで、ここはちょっと攻めの定位置で。これ、こっからさ、カーブとか投げてないから、うん、 OK OK、 それでいいよ。で、もう攻めの投球よ、ここ、こうなったら。あー、攻めてる、ナイス。うまい、うまいな。タイピンお願いします。懇願。うわー、なんでこんなタイピン出ない。もう助け合いやな。ちょっと待って、ダメだ、こんなタイピン出ないのはマジでやってるな。流し打ち系、引っ張り警戒とかにしてみる。ゲッツシフトいいと思うんだよね。よし、いや、
それはパワーだ。ボール球やし、なんでタイピンは。おいおい、嘘でしょ、なんで。危な、ちょっとタイピン、おしゃ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 、話になんないって、ほんまに。負けちゃダメだよ、ここの場面。オッケー、タイピンナイス、オッケー、いいよ。もうまっすぐ行きます、いいと思います、僕は。オッケー、ナイス、なんとかなんとか。いやー、リボン持ち同士熱い試合になってるんじゃないですか。いやー、藤川さん強えなー。まっすぐ張りたいところ、大丈夫、もうツーシーム捨てたいな。セーフ、ナイス、岡林さんが今日、岡林さんの足が速い今日は。それセーフだったのマジででかいよ。ナイス引っ張り、オッケー、よく見た。危ね、オッケー、ナイスだな細川さん、それは渋い、ガチナイス。てか相手なんでこんな真ん中投げてくんだろう。しゃあない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 、強えんだ相手。え、もう体力ない体力ない、よく見た、素晴らしい目、素晴らしい。これはもう球威がないね。よしよしよし、しぶとい。ビップさんに勝った時もこういうしぶとい当たり、外野を超える球なんて一球もなかった。こういうしぶとい当たりで勝つんだよね。何点差だろうか関係ないよ、長打はいらない、勝つ、それだけや。行くよ、行きたかったー。いや、オッケー、さあウィリアムスよりかはマシだぞ。よーし、ナイスナイス、外野なんて超えねえかんな、悪いけど、悪いけど外野なんて超え、ちょっとさ、ここさ、福永さんで行こう。あ、ダメだったかな、いや守れるでしょ、右バッターがいい、どう考えても。さあショット守備を捨てて打ちに行ってるわけですから、絶対に打つよ、ここはこんぐらいね、でちっちゃい方こんぐらい。素晴らしい、外野を超える球なんていらないんだね本当にえ、俺長打打った今日、マジで打ってなくて全部単打じゃねえこの6点、知らんけど。あっ、ほら強い当たりだったから、当たり強くなっちゃったから、ほら、あ、いけるね、うん、てかなんなら本職、オッケーオッケーオッケー、ナイス、ここでドラゴンズ守備を変えてきました。オッケー、タイピン、ここでね、ここでタイピンは非常にナイス。いやー素晴らしい、もう一球行きたいところ。いやーボールだね、入れて欲しかったけどね、ちょっと。よし、でっか、相手もセーフ、相手もセーフ、いい、なんという互角なし。てかさ、なん、ちょっと待って、マジで本当お願いしますよ、ゲッツシフトでいいよね、長打警戒の内野ゲッツシフトで、これでいこう。よし、よっしゃー、しんのすけ、よっしゃ、こうやって中日現役オーダーでも
リボン持ちガチオーダーをこうやって勝っていくんです。タンダで勝っていくの。最近俺うざい、ちょっと調子乗りすぎかな。あんまウラーとかさ言うのやめようかな。よっしゃーとかやったはいいとして、ウラーみたいな、なんかウラーはなんかさ、どうだやってやったぞみたいな感じあるから、ちょっとウラーはやめようかな今後。いやーよかった、ナイスゲーム。皆さん今日も最後まで見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。